恋愛も結婚も人生も焦っちゃダメなんです。長期的に見て余裕がある方が絶対にうまくいきますから。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は逆に〇〇しない女性が男性を本気にさせるというお話をしていきたいと思います。多くの女性が好きな男性や気になる男性を本気にさせたいという願望があると思います。皆様いかがでしょうか。ただ多くの恋愛の情報ではやることばかり書いていますよね。ですが逆に〇〇しない女性が男性を本気にさせたりするんです。ですので今日は逆に〇〇しない女性が男性を本気にさせるというお話をしていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただきましたのでご紹介させていただきます。りゅうきさんこんばんは。はい、こんばんは。以前から LINE の登録をしましたが初めて質問させていただきます。ありがとうございます。今までうまくいった恋愛がないまま40代になってしまいました。今は好きになった男性に尽くしすぎてしまったせいかイエスマンのようになってしまい、男性に飽きられてしまうことが多々ありました。私の後輩の A 子ちゃんは自由気ままに遊び回っているのに男性からアプローチされることが多いみたいで、なんでそんなにモテるのか不思議に思っています。男性はなぜ A 子ちゃんのような女性に惹かれるのですか、教えていただきたいですというご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね、そういう女性っていらっしゃいますよね。自由気ままに来てなぜか男性にアプローチされる女性です。そんな女性はあることをやっていなかったりするわけです。今からそんな男性にアプローチされる女性がやっていないことについてお話ししていきたいと思います。〇〇しない女性が男性を本気にさせる3選です。まず1つ目です。1つ目は恋愛に力を入れていないになります。一つ男性の性質がありまして、男性って信頼できる本命の彼女に対しては放置するようになってくるんです。まあムカつきますよね。しかも付き合いが長くなればなるほどその傾向が出てきたりもします。何かと本命になった女性を後回ししてしまったりするんです。まあぶっちゃけ女性からしてみると、なんで好きだと普通は優先するんじゃないのと思ってしまったりしますよね。理由は近くのものより遠くのものに意識が向いてしまうんです。遠くのものを狙う、つまり狩りの名残ですね。特に男性の方が強い男性はそうなんです。そんな男性の方が強い男性は最初は意中の女性を常に気にして彼女を射止めるために頑張りまくります。でもそれは最初だけなんです。ただそんなタイプの男性は時間が経つにつれて自分の考えを優先してきたり、自分のやりたいことに集中してきたり、まあ、こんな状態に陥りやすくなるんです。逆のタイプ、すなわち何年経っても愛情表現しまくる男性は全体の、まあ、3割4割ぐらいですかね。強弱はありますが、まあ、6割ぐらいの男性は彼女を放置するようになっている傾向はあると思います。特に昭和男子、まあ、平成前半の男子はそうですよね。ですからもし今皆さんの彼が昔のように構ってくれなかったり、 LINE の返信が少なくなったり、デートの数が明らかに減ってきたり、このような状態になって彼が最初みたいに頑張らなくなるのはある意味普通なんです。ただそうなっても別に皆さんを愛していないわけではないですよね。通常モードに戻っただけなんです。最初が特別モードだっただけなんですよね。まあ男性の方が強い男性は本当そうなんです。女性の方が強い男性は豆さが継続したりします。ただ男性の方が強い男性って仮面ライダーが戦う時に一時的に変身するような感じなんです。通常モードでは男性は仮面ライダーに変身しないんですよね。ずっと変身してたらかなり疲れるからです。戦う時、つまり最初に口説く時だけ変身するんです。ムカつきますよね。でも女性の皆さん、そうなったとしても本当愛していないわけではないんです。変身は終えたから最初の頃と違うだけ、まあ通常モードに戻っただけです。逆にそれって皆さんを変身して戦わないといけない相手ではなく、心を許せる相手だと思っているからなんです。安心しているんですね。なので皆さん自身も力を入れて恋愛しようとするのではなくて、力を抜いて変身していない彼と楽しむことを意識する、まあ、このようにしてください。その方が断然彼とうまくいきますから。てなわけで言いたいことは、力を入れて恋愛するのではなくて、力を抜いて変身を終えた彼と楽しむことを意識する。このように皆さんが彼に対してどのような意識をしているかで、また皆さんの世界が変わってくるということです。そういう力が抜けた女性に男性は魅了されるということになります。それでは2つ目です。2つ目は目標通りにしようとしないになります。まず恋愛で一番大切なことは焦らないことですよね。焦ると 100% いいことないですから。チェコ出身の作家フランツ・カフェカは、人間の全ての過ちは全て焦りから来ていると言っていました。つまり今皆さんにやってほしいことは、焦るといいことないと気づくことなんです。なのでもっと長期的に見ていくといいと思います。タイミングってありますからね。皆さんにとってベストのタイミングでベストなことが起こるということです。
だから焦っても仕方ないんです。気持ちはわかりますけどね、長期的に見ていくと余裕も出てきますから、その余裕が大切なんです。特に自分が焦るようなスケジュールを絶対に組まないことです。焦っている人って自分が焦るようなスケジュールを組み込んでいるんですよね。焦るといいことないのにね。なので今自分の中にある彼との目標、スケジュールを少し伸ばしてみるといいと思います。その方が絶対に楽になりますから、もし焦っていたらですけどね。では皆さんに質問です。皆さんは恋愛以外で将来の目標ってありますか？例えば今の皆さんが38歳だとします。そして2030年に家を買うという目標があったとしましょう。それを2032年に家を買うに変えてみたらどうですか？2年くらいまあいいかなと思えたりしませんか？そして自分が90歳になったと仮定して、その90歳の年からそれを見てください。46歳に家を買う予定にしていたんですが、48歳に家を買った、そんな変わらへんやんみたいになりませんか？2年くらいあんまり変わらないと思えますよね。そう、あまり変わらないんですよ。このように彼との目標も少し伸ばすんです。ほんと焦ってもいいことないですからね。恋愛も結婚も人生も焦っちゃダメなんです。長期的に見て余裕がある方が絶対にうまくいきますから。要は90歳の自分から見たらベストのタイミングでベストなことが起こったってことがわかるんです。なので宇宙の采配に任せて彼との時間を精一杯楽しんでおくのが一番いいと思います。楽しいは楽しいは引き寄せますからね。だからこそ焦らないためにやみくもになって目標通りにしようとしないということです。そして3つ目です。3つ目はずっと恋をしようとしないになります。かなり仕事が忙しい彼と付き合っている女性がいたとします。その女性に彼は結婚しよう頑張るからと言いつつ LINE を送ったら既読さえつかないという状況だとします。そんな時女性の皆さんはキーッとなってしまいますよね。まあそうなるのはわかります。よくあるパターンですね。女性からしたら彼が本気かどうかわからなくなると思います。ただ僕的には全然彼に愛されていると思うんです。でも言えることがあります。男性は結婚を考えると恋から愛に移行するということなんです。そして恋と愛って似て非なるものです。似てるようで全く違うものということですね。女性はずっと恋をしたいと思いますが、例えば男性は結婚を決めると恋から目覚めるんです。ただそれが悪いというわけではなく、責任を取らないといけないと思って恋が邪魔になってくるんです。そんな恋と愛の違いは、以前もどっかの動画で言いましたが、恋というのは自由、愛というのは責任、恋はドキドキ、愛は安定、恋は今を楽しむ、愛は将来を見る、恋は制限、愛は無制限、恋は下心、愛は真心、恋はもらう、愛は与える、恋は惚れる、愛は受け入れる、なんですね。どちらが良くてどちらが悪いということではありません。ただ男性は結婚を考えると恋から愛に切り替わるだけなんです。これを覚えておくと損はないと思います。なぜなら恋愛から深く進展したい時に彼の態度が変わっても理由がわかるので、イライラが減ると思います。つまりその彼女との将来のために責任や安定を目指して仕事に集中しすぎる傾向があるということなんです。仕事中毒の男性は LINE を返信できないくらいバランスを取るのが下手なんですね。言いたいことは、男性の中では恋と愛って似て非なるものということです。恋は一瞬ということですね。長く続きません。でも愛は永遠です。だからこそ女性側もずっと恋をしようとせずに愛に移行する女性は男性を魅了するということです。エネルギーが合いますからね。意識してみてください。以上が〇〇しない女性が男性を本気にさせる3選でした。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が恋愛に力を入れない。そして2つ目が目標通りにしようとしない。そして3つ目がずっと恋をしようとしないになります。〇〇しない女性が男性を本気にさせる3選。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。ご相談の方は YouTube、メルマガ、ブログなどでお答えさせていただいております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。内容をご登録いただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。